僕は同じだと思ってます、まあ、ご本人はそうなんでしょうけど、いやすごくいいなと思いましてね、まあ、今日はねその中からねちょっとまずは、うん、やはりこれを皆さんにね今ラジオのお話から続いてやはりこの歌を聴いていただかなきゃと思うんですけど、これはあのアルバムの1曲目に入ってて、とっても綺麗なストリングスから始まって、はいはい、森山良子のお姉様と、うん、あの良子さんのコンサート行った時に良子さんからお話は伺ってたんですよ、うん、それでああと思ってたんですけど羨ましいなと思いながら、本当に今度一緒にあ、 ありがとうございますじゃあメモしておきますそれをですねやはりねこのまず1曲目あの皆さんにお届けしたいと思いますけど、じゃあ森山良子さんとそして荒木一郎さんもふわっと出てまいりますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは空に星があるように。Color.
きな枯れ葉が散るように、それは誰にもあるような、ただの季節の空に星があるように、荒木一郎さんの新しいアルバムから森山良子さんとのデュエットで聴いていただきました。やっぱり荒木さんがこうふわってこう声が聞こえるとゾワッとしますね。すごくそうですか、はい、うん、なんか気がついたらなんか横にいた、うん、いたっていうか危ないよね。そういう意味ではないんですけど、またピアノ、あの深町さんのアルバム、あのアレンジのピアノがまたとてもね美しくて、すごく、うん、アルバムの一曲です。そうそう、彼も緊張してやってたから良かったんじゃないかなと思う。すごい緊張してた。そうですか、うん、結局そのまんまやってて、で僕が歌うはずじゃないものがわーわー言って歌うことになったから、ピアノを外したらアウトだから ね, ね、これは今荒木さんもお話ちょっと伺ったんですけど、最初は全然歌うつもりがなかったんだけれども、うん、歌ってしまったという。そうですね、だんだんそうなってったっていうところありますからね。アルバム自体そうだったし、まあ、この曲なんかも特にね、僕は涼子ちゃんの歌だけ聞いてないと思って、あ、いい歌だなと思って聞いたんで、深町のピアノもいいよなんて、うまいねなんて言ってたんだよね。そしたら歌えのどうのこうの始まって、うん、で涼子ちゃんのキーと僕のキーが違うわけだから、うん、それをこれを転調すればいいの、これでやろうやろうって、うん、で軽く彼らは言ってるんだけど、やっぱりね、その後で言ってたけど、森山涼子たら一応歌ってんのにね、うん、自分ミスはできないじゃないかって言ってた、うん、だからそこのやっぱり緊張感がすごくいいものを作ってんじゃないかな、うん、そうですね、うん、もう本当に、まあ、この後もですね、今日はずっとお付き合いいただきたいと思いますが、この後私のお気に入りというコーナーを設けてるんですけど、もう荒木さんはもう趣味がものすごく広い方なので、はい、今日はどんなお話を伺わせていただけるのか楽しみなんですけれども、はい、皆様もお楽しみに。